義堂三氏は、歴代中華王朝の官名海府義堂三氏とも。海府は、自らの名義で幕府を開いて俗部の幕僚を置く、ことを指し、全官では三皇と大将軍、表記将軍、守る将軍にしか許されなかった。五官になって、功績を上げた大臣に対して、その老に報いる意味で、義堂三氏の号が授けられるようになった。 授けられた者は参考と同様の儀礼と待遇を受けた。延平元年に斜木将軍に任じられた党が最初の義道三子とされる。義新では開府する将軍が非常に多くなり、それらの将軍が開府義道三子を称するようになった。慶暑三年に斜木将軍に任じられた貢献が最初の開府義道三子とされる。 南北朝時代後期になると、義道三氏と、海府義道三氏に分けられるようになり、皆が、海府の権を得て、干渉を置くようになったことから、上海府義道大将軍、海府義道大将軍、上義道大将軍、義道大将軍の四種が、新たに設けられた。随等では、分散官として扱われ、地人品であった。北総の原法の改革で、海府義道三氏に移行した。 現代でも存知されたが、秋代になって廃止された。後来では、聖州による制度改革として、順化5年に、それまでの大ただしに代わって、開府義道三氏が導入された。文章の知性に、樹一品と定められたが、中列王が、元の清祖の馬となると廃止された。四政16年、京瓶王による制度改革で復活し、品界は、 小一品上となった。その後、市政二22年に、壁上三冠三栄大、ただし、市政二29年に特進補国三栄大、ただしと順に、改められた。日本においては、位大臣の闘名として用いられた。藤原これ地下がこの名で知られている。ありがとうございます。